ムタシングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー188cm 115kg ムタグレートムタムタムタ頑張れ。赤コーナー173cm 96kg頑張れ。マスクドパンサーレフリーレッドシューズ運の無駄。さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。アキレス腱固めに入ります。ロープブレイクです。行くのか。対角線に飛ばした。かわした。タックルでぶちかまします。ロックアップ、コーナーに振った。カウンターで切り返してまいります。組み合います。倒してまいります。リング上は首4の字固めであります。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。あ、なるほど、そうだったんですか。組みに行きます。おっと、トラサッポーが火を吹いてまいります。掴んだ。ラッシュの嵐が襲う。超猛毒を持つ極悪スパイダーであります、このグレートムタ。全身フルモデル洗浄を施し、魔界より戻ってまいりました、このムタ。新世紀仕様の極悪かつファンタジックなファイトでどう幻惑していくのでありましょうか。行くのか。リング内に戻ります。お気をつけください。このポーズです。リング内に戻ります。毒切り。ソバットを打ち込みます。組みに行きます。あっと、スピンを加えて倒してまいります。さあ、この手のサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々効いてきますからね、要注意ですよ。そうですね。リング下に落とします。リング内に戻ります。掴みます。ラフな展開になるのでありましょうか。ショルダータックルで倒します。足に照準を絞るのでありましょうか。腕をフックします。蹴ってまいります。組み合います。逆に投げてまいります。切り返します。ショルダータックル。足を殺してまいります。起こします。足を抱えます。あー、ドラゴンスクリュー。足を狙ってまいります。抱えます。脳天を打ち捨てます。パイルドライバー。フェイスクラッシャー。引き起こします。膝を狙ってまいります。ガードします。ニードロップ。膝へのキックです。足を取ります。ドラゴンスクリュー。すごいねじれだ。小股に挟んだ。あっと、押し付けパイルドライバー。足を取った。反撃するならここですね。ええ、こっから突破口を見つけたいですね。あっと、返していった。首をかっ切るのか。
合いを入れた。あーっと飛ばない。場外に降りる。抱えた。させません。リングに戻ります。リングに戻ります。ガチッと組み合った。あと逆に返した。引き起こす。ドロップキック。膝ガードした。キックものすごい。立たせていく。蹴りをぶち込む。いけるか。ロープに振って首根っこを掴んだ。さあ人間サンドバッグ現象か。2位を落としていく。打ってる方も辛いはずですよ。はい。毒斬り噴射。ピンポイント膝。場外に移行した。あっと毒斬りか。あっと狂気攻撃起こした。リングに戻ります。リングに戻ります。いけるか。あと逆に投げていった。ガッチリ入った。嬉しい逆十字。足を抱えた。あと耐えた。頭を掴んでキックの速射砲がうなる。抱き起こす。そのまま全体重を預けていった。立たせていく。膝にピンポイント集中砲火。テンプル捉えましたよ。